回はロードバイク大好き社員、ロードバイクで行った美味しい食べ物や綺麗な景色、ロードバイクの魅力が盛りだくさん。ぜひ最後まで見ていってね。ふるさとーく、今回もある JAL グループ社員に集まってもらいました。皆さんは何社員でしょうか？私たちはロードバイク大好き社員です。おー、皆さんユニフォームがかっこいい。お二人ずつお揃いですよね。そうですね。これが女子用で、こちらはオリジナル。あ、オリジナル、はい、ありがとうございます。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ではまず皆さんに自己紹介からお願いしたいと思います。安全推進本部に所属しております石井香織と申します。普段の業務はですね、安全講話語り継ぐ事務局であったり CFT 活動の事務局などをしております。私がロードバイクを始めたきっかけはですね、ちょうど4年ほど前になるんですけれども、最初はクロスバイクでいいかなと思ってスポーツバイクのショップをドアを開けてました。ロードバイクよかったら試乗してみないっていうことで勧められて、近くの荒川サイクリングロードまで行ってみたんですね。そこで試乗車で走ってみたら、普段見慣れた荒川の景色がですね、川の表面がキラキラ輝いて素晴らしかったんですね。風を切る感じですとか、それにすっかり魅了されてロードバイクを始めました。吉田真希と申します。客室乗務員をしております。ロードバイク歴は8年になります。ロードバイクを始めたきっかけは、体調不良でちょっとお休みをしていた時期があったんですけれども、そのために体力を向上していきたいなと思って自転車に興味を持ったんですけれども、その時に機内でお会いするお客様とかプライベートでお会いする方とか、皆さん自転車をたまたまされていて、それで友達ができたので、そこから始めました。会社に自転車部があるんですけれども、その自転車部に入ったきっかけはこちらのもみんさんなんですが、熊本のボランティアになぜかこの自転車のウェアを着ていらっしゃる方、普段はあまりお見かけしないんですけども、ロードバイクのウェア着ていらっしゃったので、ちょっと声をかけさせていただいたら、自転車部なのでどうぞって入部させていただいております。じゃあ自転車部の伝道師とか言ってるので、啓蒙思想みたいな、皆さんに自転車を深める。桜井理恵と申します。私がロードバイク始めたのは6、7年前。きっかけは友人に誘われて、ホノルルの自転車の大会に一緒に出ないと誘われたのがきっかけでした。そのホノルルで初めてロードバイクを乗ったんですが、本当に楽しくて、その後もホノルルセンチュリーライドとか参加させていただいてるんですが、もう本当に楽しくて、その後モミーさんに自転車部にどんどん興味が湧いてきています。人材本部人材戦略部 DEI 推進部に所属しております、モミーと申します。よろしくお願いいたします。 DEI って何の略か分かりますか？ダイバーシティ、イクイティ、アンドインクルージョンですね。直訳すれば、多様性を平等に公平に受け入れますよということを推し進めている仕事をしています。ユッピーさんはロードバイクに乗ったことありますか？いえ、ありません。先ほど石井さんの話にも言ったように、クロスバイクは乗ったことがありまして、昨年度撮影でしまなみ海道を初めてしたんですけど、とっても楽しくて、私実は恥ずかしながら一緒だと思ってまして、全然違うということをまず学びました。一つ、初心者コースを体験させていただいたので、気持ちよく走って景色を眺めてるうちに終わってしまって、もっと走りたいなと思ってから今日まで。ぜひ自転車いかがですか？ちょっと見えてはいるんですが、今日は実際にロードバイクを持ってきていただいたんですね。ぜひ乗ってる姿を見せてください。おー、すごい。私近くで見るのも初めてなんですけど、ハンドルが見たことない、いろんなものがついて、ちょっと簡単にご説明いただいてもいいですか？こちらが PH バーって言って、主にこちらはトライアスロンをやる人の自転車についてることが多いです。自転車に乗るときにトライアスロンの人は長距離を利用することが多いので、この DH バーがついているということで、ここに肘をかけてこのように持っていただくとかなり楽な感じで、なおかつ風の抵抗を少なく走ることができます。かなりスピードが出ますか？皆さんスピード出す方だと大体40キロとかが、はい、こちらとか、あとはこちらを持つこともあります。山を自転車で登ることをヒルクライムって言うんですけど、その時は皆さんこちらを利用することが多いです。そんな初歩的なところも私知らなかったので勉強になります。スポーツバイクってペダルが結構特殊で、今日は普通のスニーカーを履いてるんですけれども、ビンディングペダルというビンディングがついている靴を履いています。ペダルと自分の靴を完全にガチャッとはめて、でそれで漕ぐんですね。そうすると踏み込む時だけではなく、足を上に上げる時も推進力も使えるという特徴がありますね。最初はつけたり外したり慣れるまでちょっと時間がかかるんですけども、
まずはロードバイクについて聞いてみました。まず最初にロードバイクの魅力から伺いたいと思います。私は人との出会い、景色との出会い、これがロードバイクの魅力だと思います。ロードバイクという趣味を同じくする方とですね、初対面の方でもあっという間に打ち解けることができるんですね。普段走ってますと仲間のつてをたどって、集合場所はここのコンビニですっていう、それだけの情報しかなくて一人で行くというようなこともあります。でもあっという間にですね、みんな仲良くなって人間関係がどんどん広がっていくというところが一つ魅力かなと思います。もう一つは景色との出会い。私はロードバイクを始めたきっかけだったことが、いつも見ている荒川の景色がですね、全く違って見えたというところでした。そうした自分のすぐ身の回りでも新しい景色を発見することができますし、車に乗って遠くに行った時にですね、初めて出会う素晴らしい景色をたくさん見てきました。そうした景色に出会えることもロードバイクの魅力じゃないかなと思います。単純に疑問だったんですけど、初めましての人と会って走りに行くとき、走りながらもお話ってされるんですか？安全なところでちょっと話しながら、サイクリングロードの中ですと車が来ないところですので、多少はちょっと横に広がって走ったりしても大丈夫で、走れながら。私はですね、よくレース出るんですけど、自転車って一人で走ってるとかなり辛くて、でレース出てるとやっぱり自転車は後ろにつく方が楽なんですね。で一人で走ってしまって、後ろから競合他社の自転車電車が来てですね、乗りませんかって言ってもらって、その後ろについたというところで集団に追いついたってことがあったんで、普段仕事中もバチバチにやってますけど、一旦ロードバイクに乗ってしまえばもう一種の仲間というところ、企業間の対抗意識なんてなくですね、楽しくゴール目指したなっていうところが一つの出会いになりましたけどね。森さんの話の電車乗りませんかとかが、電車って言うんですか？ロードバイクの専門用語で自転車に乗るとかいうのがあるんですよね。先頭が一番辛くて風よけになってくる。で先頭からどん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  4,5 人ぐらいが後ろに連なって走るのが電車。中にはですね、先頭が一番辛いので順々に変わっていくんですけど、先頭に立たずにですね、ずっと後ろでこういる方もいらっしゃって、そういう方は無賃電車とか、空乗り野郎とか、そういう風に我々呼んでます。私のロードバイクは食と人との出会いです。食が大変充実してまして、その土地の美味しいものをいただけるっていう楽しみがあります。そして三浦半島に行くんですけれども、三浦半島にも美味しいものがとてもたくさんありまして、夏など暑い時にはスイカが三浦半島有名で、もう暑くて暑くて暑いかが食べたいと思ってたら、スイカ農家にちょっと出会いまして、今はそのスイカ農家の方とも親戚のようにお付き合いをさせていただくほど仲良くなりまして、本当にまさに人との出会いですね。そしてこの伝道師にお会いしたのもその、 ロードバイクのおかげですので、人との出会いすごく良くなと思います。これはバイスポットに会える。車だとただなんとなく通り過ぎるようなところでも、自転車だからこそ気づく素晴らしいバイスポットとかにたくさん出会えるというのが、私はロードバイクの魅力だと思っています。皆さんロードバイクやる方は自転車の後に何買うかっていうと、 GoPro 買うんですよ。ここつけたり、ここ自転車につけたり、その後カメラを学んだりして、なおかつ人によってはドローンまで買う人もいます、うちの自転車部でもドローン買ってきて、これで持ってきた人もいます。カメラが欲しくなるくらい綺麗な景色に映えるんですね。そうですね。私は SB ですね。これは大手食品会社じゃなくて、ロードバイク界ではですね、坂バカと言います。ヒルクライムっていう競技があって、延々山を登り続けるという競技があるんですけど、本当に辛いな辛いな苦しいなっていうのは喜びに感じます。ド M の競技です。本当に苦しいなから楽しいな嬉しいなに変わっていく瞬間が本当にもうやめれなくて、もう坂を登り続けるというのをやってます。各地いろんなところでヒルクライムレースあるんですけど、私は去年出たのが富士山。富士山も約28キロぐらいですかね、ずっと登り続けるっていうのがあって、一番辛いのがですね、乗鞍岳ですね。でここは麓から2716メートルっていうところにバス停があるんですけど、そこまで登り続けるというところですね。ここは本当に山が厳しいので、途中森林限界ってところがあるんですね。そこから急に空気が薄くなるんですけど、また苦しさが募っていって喜びに変わってロードバイクの一番好きなところ。乗り切って辛い登りを終えて下りが楽しいのかと思いきや、下りがこれまた辛いんですよね。あ、そうなんですね。ずっともうブレーキかけっぱなしなんで、ブレーキレバーが握れないぐらいで、風がすごくって、真夏なんですけど真冬の格好で降りるんです。で荷物は全部車で送ってるんですけど、もう本当に地獄です。飛行機を使ってでも行きたいスポットについて聞いてみました。ちなみに私、客室乗務員としてフライトをしてて、まだ自転車を持って飛行機に乗ってくるお客さんは見たことないんですけど、自転車を持って移動することは可能なんでしょうか？はい、できます。
その専用の袋がありまして、それにですね、入れていただきますと、簡単にチェックインバゲージとして預けることができます。後ほど、飛行のやり方についてもご説明いたしますね。それでは、私が飛行機に乗ってでも行きたいおすすめスポットはですね、京都にあります、家の船屋という場所です。こちらは、丹後半島ですね、京都の日本海側のエリアになりますが、天の橋立って皆さんご存知だと思います。有名な観光スポットです。この天の橋立から約30キロぐらいでしょうか、海岸線沿いを走って伊根の船屋というところまで行きました。これがですね、素晴らしい景色なんですね。民家が並んでまして、でその1階部分がボートが入れるようになっている、そういう構造した日本家屋がたくさん並んでいるところなんですけれども、映画ですとか CM の撮影なんかでも使われるところというふうに聞いておりますけれども、この景色本当に素晴らしかったです。私のおすすめスポットは京都と三浦半島です。私の場合は神社仏閣が京都市内なんですけれども、ちょうど12月の初めに紅葉を見に行きました。その時ちょうど京都市内は車も混んでますし、バスなど公共交通機関も大変混んでるんですけれども、その中で自転車に乗って行きたいところに自動車の渋滞も関係なくスムーズに行けるっていうのは、すごく自転車って素晴らしいなって改めて思ったところでした。あとですね、京都の神社仏閣は一つ一つがちょっと離れていて、徒歩ではなかなか難しいですけれども、この自転車を乗りますと大きな道路だけではなく、小道に入ってちょっと近道をして神社仏閣を回れることができましたので、効率よく京都の魅力を感じることができました。京都って特に今インバウンドがすごいんで、バス乗るのも本当に大変 で、乗ったら乗ったでこんな感じなので、自転車が本当に気楽にね、次のポイントに行けるので、はい、本当おすすめですね。もう一つのおすすめポイントは神奈川県にある三浦半島です。こちらはですね、アップダウンも程よくありまして、海沿いを走れるということで、とても気持ちがいいところなんですね。私食いしん坊なので三浦半島の先にマグロの有名な岬がありましたり、途中でこの暑い時期はかき氷のお店などもたくさんありますので、食も楽しめて程よく足のトレーニングにもなる、とてもいい場所です。行きたいところにこう行きたいままにこう行けるのがロードバイクの魅力ですね。私はハレイバと夢島街道にしました。ハレイバっていうのはホノルル空港から行ったんですけど、センチュリーライドで走った次の日に行きました。だいたいこうセンチュリーライドで皆さん自転車持ってくるんですけど、その後にせっかく自転車持ってきたようだから他のところも走りたいって方が多くて、どこがおすすめかやはり聞かれることが多いんですが、その時におすすめするのがハレイバという場所です。で私たちは総勢多分6、7名で行ったんですけど、車を1台借りてたので、その車1台に乗れるバイクを積んで、何人かが車乗れない人はバスで行って、で羽岩集合で海沿いをウミガメが陸に上がってないかとか見ながら走ったりして、もう本当楽しくて、またお店とかもホノルルの市内と違って田舎なので、当時だとか2019年に行ってるんですが、1ドルとか2ドルでバナナのお菓子とかが売ってたり、立ち寄るお店もおばあちゃんがやってるようなそういう感じのお店で立ち寄って、なんかいろいろ買って海沿いで食べるみたいな、ちょっと暑くなったら海にみんなでドボンとして遊んだり、本当に楽しかったです。センチュリーライドにもぜひ行っていただきたいんですけど、ホノルルのセンチュリーライド本当におすすめなので、でもその後もう一箇所行くんだったらこのハレイバをおすすめします。夢島街道、これは本当に自転車乗りの方はぜひ行ってほしい。しまなみ海道っていうのは多分有名だと思うんですけど、その下あたりにいくつか島が別にあるんですけど、それを夢島街道って言って、しまなみ海道と違って車の数が少ない、なおかつ島を巡るので、私栃木県出身なのでもう海に憧れがあるのでこの海を見ながら走るっていうことが楽しくて、あとは島並み街道とかは多分行った方は分かると思うんですけど、渡し船、島と島を船で渡るんですけど、もうその船とかが旅してる感覚で島並みと同じようなもう大きな橋を渡って、島並みよりも少し田舎な感じ、自然とあとは車が少ない、そして海沿い、この夢島街道はとてもおすすめします。ロードバイクがロードバイクが広がるんですね。もう少し行ってみよう、隣の近くのところにも行ってみようって、すごく皆さんがそう考えられてる。センチュリーライドは何キロくらい走られる？160キロです。160キロ途中にはどんな遠慮がありますか？マラソン。マラソン。そうです。それを楽しみに160キロ走る人おすすめですね。
私のおすすめポイントは北海道旭川にある美瑛町です。岩清水ですとか帯広とかいっぱい行ったんですけど、やっぱり美瑛ですね。日本航空ですと羽田から1日4便出てます。1時間40分ぐらい着くので、そんなにストレスもなく飛んでいけるし、一番のおすすめやっぱり空港から美瑛町まで10キロぐらいです。なんで自転車乗れば30分ぐらいですぐ着けるっていうことがおすすめだなっていうところなんですね。気温ですね、都内だったらもう34度とか5度とか夏日っていう感じが多いんですけど、その時は気温24度6度7度ぐらいで本当に過ごしやすかった。もう本当に気持ちよく走れたっていうところと、あと車が少ない、あと信号もなかなか引っかからないところがあるので走り応えがあるっていうところ、やっぱりロードバイクの後食が大事ですね。北海道の野菜っていうのはもうトマトも本当に美味しかったし、トウモロコシも美味しかったし、一番のおすすめどころは肉です。北海道イコールジンギスカンっていうイメージあると思うんですけど、美瑛和牛っていう、あまり知られてないんですよね。美瑛和牛はこれもうダイヤの原石、これから多分知られていくんだろうなと思うんですけども、本当に美味しくて安くて、もう口の中でもとろける、まるで口の中が宝石箱やーっていう、思わず口走ってしまったし、本当に美味しかった。その組み合わせマリアージュが本当に良かったってことで、景色も楽しめる、マイルドセブンの木とか、あとケントメリーの木とかですかね、そういうのも景色も綺麗ですし、走り応えもあって食も美味しいってところで、ぜひ美瑛おすすめしたいと思います。到着して少し体を動かしても、もちろん綺麗な景色を見ながら、美味しいものがある、なんか最高の、そうですね。輪行の使い方を教えてもらいました。先ほどお話を伺った輪行なんですが、私もそうですし、視聴者の皆様の中には自転車を持って飛行機に乗れるという方をご存じない方もいらっしゃると思うので、今回はモミーさんに実演いただけるとのことですので、早速お願いしたいと思います。ちょっと持ってみます。どれぐらいの重さかいいですか。どこ持っちゃいけないとかありますか。どこでもいいですよ。ここ持ちます。はい、私のバッグより軽い。軽いですよ。軽いです。これ輪行バッグって言うんですけど、これに入れて持ち歩きも本当に楽なので。入ります、この大きさに。入ります。この袋に自転車を入れていきます。前輪だけ外す。そんなに簡単に外れちゃうの。はい、前後輪外すパターンと、はい、私の場合は前輪だけを外すパターンなので、すごく組み立てが楽です。ここから袋に入れていきます。横に倒す場合はこちらの面が上という張り紙がしてありますけれども、この部分にですね、ディレイラーがあります。ディレイラーの変速機とディレイラーって言うんですけど、それがすごく高くて壊してしまうと大変なので、表記のする場合はこっちを上にしてくださいねっていう、こういう張り紙がしてあるんです。そこまで指示できるんですね。安心ですね。海外ですとこういう自転車ってのはここでと掘り投げてくるんですけど、日本の航空会社の場合はもう本当に丁寧に両手で持ってか運んでくれたりする。もう安心です。航空の場合は一つ一つ手積みといって手で搭載してくださいますので、でも安心です。で、普通の手荷物では受付してくれないので、スペシャルバゲージっていうカウンターに行ってお願いしますというところで預ければ今日はお待ちです。あっという間でした。すごい、ありがとうございます。前後輪外すタイプだともうちょっと袋も小さいですか。袋の大きさは同じくらいですか。もう少しちょっと小さめになります。という間でした。本当に慣れれば一人でも簡単に外して持っていけそうな感じがしました。飛行機乗るのってもう気楽だなっていう、ハードル下がってると思うので、皆さんも気軽に使っていただければと思います。ロードバイク大好き社員の皆さんにロードバイクの魅力とおすすめスポットたくさんお話しいただいたんですが、思い残すことありませんか。機内でヘルメットをお持ちの方は私は必ず声をかけさせていただきますので、ぜひお待ちしております。リンコンバッグの使い方もご説明させていただいたので、ぜひ気軽に自転車を持っていろんな景色に出会っていただきたいなと思います。空港で自転車を持っている方がいらっしゃったら、私も串田さんと一緒で声をかけさせていただきます。皆様の自転車を大切にお預かりしたいと思います。自転車だけではなくですね、自転車に乗っていろんなところに行って美味しいものを食べるっていうのがこれ醍醐味なので、ぜひぜひ皆さん飛行機使っていただいていろんなところに行きましょう。ありがとうございます。私も皆さんのお話を伺って、本当にロードバイクに乗ると自分がこれまで出会えなかった、景色だったり食べ物に出会えて、旅のバリエーションが増えるんだろうなと思って、私も今すぐ走り出したい気持ちになりました。あとはやっぱ自転車を飛行機に持って乗れるっていうのが、皆さんに知っていただくと旅に出やすく感じていただけるのではないかなと思いましたので、この動画をご覧いただいた皆様にもぜひ飛行機で自転車の旅に行っていただけたらいいかなと思います。
と思います。皆様もぜひおすすめのロードバイクスポットがあればコメント欄で教えてください。今回の動画も最後までご覧いただいてありがとうございました。では皆さんありがとうございました。いきますよー。